今回は本日のアップデで新しく実装されましたこのサンクチュアリドラゴンの重心化だね。このキャラを使っていこうかなと思います。で、図鑑にはいたんですけど、やっぱり初見で性能を見たいなってことでまだ見てないです。というわけでこの受け取るで見れるかな。で、あと、野間クエの報酬見たけど、新しくまた、このサンクチュアリドラゴンもらえるんで、売ってしまったっていう声もあったんですけど、それも大丈夫みたいだね。なので、サンクチュアリドラゴンが、あ、ちなみに神カットどんな性能してたっけ？ダメ音飛行の貫通、メテオ爆発が、重心化して、はい！どうなる？お？え？貫通で、あ、ドラゴンバランスさ、そのままかな。いや、え？ダメオ重力ワープ飛行。は？よくね？これ。で、ゴーメテオと、超絶、は？強っ。強いって言うとちょっと語弊があるか。あれ？便利じゃね？これ。え、ゲージなし貫通でしょ？ゲージなし貫通4アビ対応。で、ゴーメテオも普通に強い。あれ？これレベル120とかにしてきたらかなり強いんじゃないのか。だからこれ、2体目もいるんですよね。ちゃんと売ってなかった人は。これもだから、まあもう多分これから売るっていう人はいないと思うけど、これで、2体持ちっていうことになるかな。なのでちょっと、これ、使っていこうかなと思います。いや、これ結構やべえ。あれ、すげえこれいい運枠できてんじゃないの。というわけで、艦隊、組んできました。いや、でもちょっとワクワクの実はね、今すぐ使ってるからつけてはないんですけど、申し訳ないです。ただ30万のメテオも、適当な周回するんだったらかなり便利そうな気がするというか、あれこの後ちょっと、あれ図鑑のご、あれ豪雪と比較するのこれかなりいいんじゃねえの。しかも野間くん登るだけでしょ。やってきたけど、ほぼ全部のステージが1ステージに変わったんで、おはははは、いや、今までのサンクチュアリドラゴンこんなことできなかったのに。あれこれでき、なんか豪雪、あ、そっか、動けるんだっけ。そうだ、完全になんかダメオ飛行の感覚になってるけど、そうよね。なんか、爆発の音楽って言ったら、アンフェアとかでブロック、で、あ、なんだっけ、離れコグニか。あれで、減速壁とか転送壁あるけど、主要ギミックの方の、アンチアビ持ってるキャラクターって、あんまりすぐ出てこないから、爆発持ってるキャラ。あれ、これ割とっていうか、めっちゃいいんじゃないの？すごいな、これ。いや、これすごいぞ。いや、これ単体で多分動画にしてると思うけど、いや、ちょっと性能微妙かったら、いや、これちょっと動画にしないで、まあ、アップデの、そのまとめ動画的なのに、混ぜて紹介しようかなと思ったけど、これ多分、いや、普通に、いや、これ初心者に与えていいレベルか。いや、便利だな、マジで。まあ、SS は多分これそんなに使えないような気がするんですけど、まあ、このカナンのクエストは、なんだっけ、敵のヒットポイントがそんなに高くないから、こうやって一定の高いダメージ出せるキャラがいたら、まあこんな感じで楽に殲滅できるから、序盤の方はマジでサンクチュアリドラゴンだけでもいや余裕でいけるレベルだね。これレーザー SS もこれ、あれレザバイマトってたっけ、このカナンのクエスト。だからメテオでこう撒き散らすだけでいい。で、あと超絶爆発だっけ。あ、超絶爆発か。さすがに爆絶爆発はもらえなかったね。で、これで倒していくと。本来はこのキャノンベースで攻撃してっけど、もうメテオが強すぎてそんなことしなくていいもんね。おい、まあこれが超スピとかだったらさらに使いやすくていいみたいな、いろんなクエスト連れ回すしね。まあバランス型は逆に調整みたいな感じになってるかな、これ。いや、いいな、やっぱこのドラゴン。いや、モンスターストライクっていう割にもう、やっぱ最近はアジンストライクだからね。まあ、たまにこういうちょっとモンスターが強いキャラがいても全然いいんじゃないかな。で、SS もだから、ちょっとこの剣のやつに向けて使ってみようかな、こいつ。なんかねずこみたい。まあ、これもう、誰か、前回なんだっけ、ゲゲゲゲゲーみたいな感じのボイスだったはずだから、これもだから、あ、でもレーザーで殲滅できないかな、これ。あー、レーザーは負けだね。言っちゃあれだけど。これ使うんだったら、まあ、今回は艦隊っていう、ちょっと、ネタみたいな編成やってるけど、多分ルシファーとかの、砲撃型のキャラみんな入れてると思うから、
まあこれ使うよりもルシファーの友情を使った方が画面内にはでかいダメージいや出せるんじゃないのかな。あ、そっか、メテオでこれ、これも起こるんだっけ、あの気絶、これで楽園を。おお、いや、え、ちょっと待って、これ次、ちょっと待って、普通に使う前にちょっと図鑑で運枠全体で見てもかなりこれすごいんじゃねえの。いやー、図鑑でさ、爆発持ちの運極にできる重心化キャラクターたち、まあ、豪絶キャラたち、いろいろ見てたんですけど、いや、やっぱ、サンクチュアリドラゴン、これ、一つの地位持ってるよね。だってこの4つのアビっていうのとゲージなしっていうので、すげー使いやすいもん。まあ、最近だと、どけそこ取りとか出てきたけど、これ一応反射だし、まあ、ギミックも、ブロックとか転送壁とか全く噛み合ってない。あとは、最近だとやっぱり離れコグニだけど、こっちも、減速壁、転送壁。まあ、重力だけは噛み合ってるけど、それ以外は、全部、サンクチュアリドラゴンの方になるから、これ、やばいんじゃないのか。あれ、これ。で、まあ、サマとかいろいろいるけど、これも反射だし、で、マーキングミサイル持ってるアンフェアも結局のダミオも対応しないし、やっぱいろんなところ考えても、あれ、サンクチュアリドラゴンこいつやべえんじゃねえの。いや、ちょっとこれちゃんとルシファーと合わせか、そういう砲撃型と合わせて使ってみようかな、そしたら。いや、まあせっかくなんで、いや、じゃあ超砲撃のジョリーンちょうどいいところにいたから使ってみようかな。まあルシファーとかと組み合わせるっていうのが一番のやり方だとは思うんですけど、おー、貫通のゲージなしっていうところがやっぱ、普段使いは多分これから皆さん書庫とかまたいろいろ回ると思うんですけど、まあ運枠入れるかはその辺人によると思うけど、おいや、やっぱこのゲージなしは頭使わなくていいからね、スパッと打ってスパッと打てるからすげえ楽に戦えるんで、で図鑑もさっき見てた通り、今の爆発で優先して使われるようなキャラと比べても、いや、すげえいいんじゃねえのこれ。メテオで爆発。まあ、細かい敵は昔のクエストだったら大概は蹴散らせますよっていう感じだね。弱点なんて SS くらいでしょ。まじ、多分基本的に SS なんて使わないから、高難易度ではさすがに、お情けぐらいにはなってくるかな。なんかまともに高難易度で使えそうなところあるっけ。あ、でもあれだな。近畿の24は、ちょっと面白いかもしれないね。多分メテオで、おそらくこれ、サンダーバードとかは落とせるから、完璧な役立たずにはならないような気がする。なんで、これしかも厳選もできるんでしょ？まあ、即必殺はいらないか。照明平面だね。過激とか入れたところでしょうがないから、多分厳選は照明平面一択だと思うわ。で、これ運枠にしとけば、残りのキャラクターは即必殺とか、あと遊撃とかつけたキャラクターで揃えておけばいいんで、いや、マジでやっぱ重心狩りだって変わるな、ほんと。あとは適当に、いろいろやってって、で、これもだから今までだったら食らってたものが、あ、いや、食らってないか。はい。いや、これ、野枠へ登るだけでもらえるんでしょ。しかも、豪絶とか、めんどくさい周回、なんか適正キャラ揃ってないと勝てません、みたいなのもないから、野枠へも登ってきたけど、そうだね、石も150個ぐらい集まるし、そして周回というか、まあ、勝つだけだったら、多分、リセマラでゲットしたキャラで、まあ大概なんとかなるでしょうっていうレベルなんで、おい。いや、これがだからプラズマだって、いや、まあ、ジョリーンの普通に強さを見せてるけど、いや、爆発がやっぱでかいな、ほんと。これでいけるんだもんな。いや、いいね、マジで。いや、いや、まあ、多少ないと、やっぱ爆発は引き継いでくるとは、まあ、来るんだろうな、みたいなこと考えてたけど、いや、4つのアンチャビもらえたのでいけ、これできてるの、だから、アーサーと一緒でしょ？近畿の裏30とかも。まあ、いけるんだ。いけるっていう感じになってるね。いや、これにあとは、じゃあ、次なんか、もう、なんと、3周年ぐらい経過して、またアップデートしたら、今度あれだね。パズル。パズルの要素を組み合わせて、もうパズドラも、目じゃないよ、みたいな感じに。いや、なるんじゃないかな、これで倒していくと。ちなみにここで SS 使ったら使えるかな。多分この味方全体のレーザーって、おのおののキャラクターのレーザーになるから、砲雷にこれ通用するかな。だからここで、そうだな。こう打って、縦に打つか。ちょっと斜めにするか。これぐらい。はい。いけ。
ああ、はい。あ、でも600万出してるから割と出してんのか。宝来だからあんまり削れてないと思ったけど、今浦島に600万出したから、そんなに足手まとい的な感じにはならないのかもしれないね。まあちょっとこれもう友情コンボで見せるべきも見せたから、はい。いや、この程度でやっぱ強っ。お、いいね。で、ここでオラオラして、よし、決着。いや、すげえいい。いや、すげえいい。なんか、あの、豪絶運枠の爆発で、いや、ちょっとこの隙間空いてるような欲しいなって言われてたところを、まずサンクチュアリドラゴンが埋めてきたみたいな。いや、これは便利だぞ。とりあえず、厳選は昌平名。いや、もうこれで決まりだね。そんなわけで、野幕へ登るだけでもらえる最高級運枠だね。いや、もうこれ豪絶運枠でももらえないレベルだから、いや、すげえいいね。終わります。ごきげんよう。